すみません、善一さん。キャー！わ、うわー！合図をしてくれよ。話しかけるなら急に来ないでくれよ。心臓が口から丸み出るところだった。すみません。もしそうなっていたら、まさしくお前は人殺しだったぞ。わかるか？ただ、ちょっと。汗、息、震えがひどすぎて。なんだよ！俺は精一杯頑張ってるだろ？いや、申し訳ないんですけど、俺も不安になってくるので。やだ、ごめんね！でもな、あんまり喋ったりしてると、鬼とかにほら、見つかるかもだろ？だから、極力静かにした方がいいって思うの、俺は、どう？はぁ。子供だ。舌触りが良さそうだ。ほら、ごらん！出たじゃない！善一さん、立って！はあ、膝に来てる！恐怖が8割膝に！おお、俺のことは置いていけ！逃げるんだ！そんなことはできない！なんていい子なんだ。こんな怯えた音になってるのに、俺が何とかしなくちゃ。俺が守ってあげないとかわいそうだろ。去年が一桁とかあんまりだぞ。でも俺はすごく弱いんだよ。守ってあげられる力がないの。だってでも、俺が守ってあげなきゃ。お前の脳髄を耳からじるりと吸ってやるぞ。善一さん、善。寝ている。善一さん？敵歴一戦やるな。寝たふりなんかじゃない。本当に寝てやがる。早い、強い。敵歴一戦敵歴一戦。雷の呼吸、一の型。敵歴一戦。